MHF チャンネル、ちょくちょく。皆様、いつもご視聴ありがとうございます。コメントの返事が遅くなっておりまして、大変申し訳ございません。どんなコメントも、誠心誠意お調べして、良いお返事できるように、お時間いただいてしまっております。申し訳ございません。必ずお返事いたしますので、もう少々お待ちください。今回、スペシャルゲストに、登場していただきました。なんと DJ フミヤさんです。よろしくお願いします。なんか関西から始まり、今では関東でも活躍中の、波に乗ってる DJ フミヤさんです。いい波乗ってますよね。いや、おかげさまで私乗ってます。なんとこの、まあ、もしもうご存知の方も多いと思いますが、このフミヤさんは、17ライブで、DJ ランキング、ライバーランキング1位で、 TikTok も、フォロワーがなんと20万人いたんですね。20万人いたんですけど、今年の3月ぐらいにアカウントが凍結して、そこからまた再開してます。今は一からまた修行中という。初心忘れる、ゼロからですよ。ゼロからゼロからやってます。初心忘れないすごい DJ っていうところもまた注目の一部でございます。はい。インスタグラムもしておりまして、たまに当社に絡んでいただいて、すごくいい方なんです。はい。そんないい波に乗っている DJ のフミヤさんに今日はインタビューお願いさせていただきました。心よく承諾いただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。当社だとテクニック的なものとかチュートリアルとか多いんですけど、まあそんな動画も今後 DJ フミヤさんにお願いしていきたいのですが、今回はちょっと違うアプローチとして、なんと旧レベゼン地球で現在キャンディーフォックスとして、有名なキャンディーフォックスさんと親交が深く、いろんなエピソードをお持ちということで、今回そういう動画にご協力いただきました。はい。みんなの知らない DJ 社長の裏の素顔やすごいところというのも皆さん気になるところだと思います。そんな、こういう深い DJ フミヤさんだからこそわかるすごいところっていうのをぜひこの動画でご紹介させていただきたいということで承諾いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。DJ 社長のすごいところトップ5ご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。DJ のメンタル的なお役立ちにもなると思いますので、まあ皆さんぜひぜひ DJ の方もご覧ください。チェックチェック。こちらの、チャンネルを初めて見ていただいた方へ、当店では DJ を中心にドラム、DTM に加え、MPC に関するお役立ち情報も配信しております。最新機材レビュー、アーティストレビューに加えて、初心者の方も楽しく楽器が学べる講座作っております。DJ であれば、スクラッチ講座やプチテック講座ございますので、詳しくは概要欄下の再生リストをぜひご覧ください。まだ出してないすごいネタもありますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。チェックチェック。じゃあ早速本題に入ります。はい。じゃあレベゼンフォックス DJ 社長のすごいところ、まずトップ5、5位はデケ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 。そうですね、まあ正直言うともうトップ5じゃ収まらないぐらいたくさんあるんですけど、はい、まあ、強いて5個選ぶとしたら DJ 社長のすごいところベスト5、第5位は冷静沈着で絶対に怒らないところです。すごいですね。まず原因を調査して、尽力を尽くす、怒ることはしないっていうことですかね。まあエピソードとして何かありますかね。エピソードとしては例えば、まあ撮影あるとするじゃないですか。で2時間ぐらい、まあ、結構遅刻されたり普通にするんですよね、その社長くん以外のメンバーが。あ、はいはい、遅刻したりするんですけど、遅刻したら普通怒るじゃないですか。お前何遅れてんねんみたいな、何遅れてんねん、お前社会人としてどうやねんみたいな、普通の人はそう言うと思うんですけど、まあ、詰められるっていうことがあるわけですよね、普通のところは。はい。で、あと、もう後々言うじゃないですか、あの時遅刻しやがって、うん、普通言うんですけど、もう絶対言わないです。絶対言わないですよ。で、遅刻するじゃないですか、2時間。遅刻しても、あ、来たか、よし、じゃあ入れて撮影しようみたいな。もうなんか、遅刻なかったかのように絶対するんですよ。うん、そこがマジで、怒ってるの見たことないですよ。まあ、心が大きいというか、人が大きいというか、そういう理由の一つとしては、遅刻した時間は戻らないとか、それより将来の時間に投資するっていう姿勢っていうところがあるという。絶対そうですね。素晴らしい。そういうすごいところがあるってことですね。絶対に分かるんです。はい。まず5位の段階でまだすごいです。はい。じゃあ続いて、デケ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 。はい。DJ社長のすごいところ第4位は、カメラ以外でも面白い。そうなんですね。さっきフミヤさんに
少しお伺いしたのが、TikTok の撮影時に、まあ、最近よく TikTok 多く上げられてますよね。撮影以外でカメラが止まった時でも配慮として、なんかいろいろ周りを盛り上げて、まあ、撮影の現場ってやっぱりサバサバしてたりとか緊張感が走ったりとかそういうのがあったりとかすると思うんで、そういうところを和ましたりとか、そういうみんなへの配慮がすごくあるということです。そうですね、やっぱり TikTok もそうですし、最近だと YouTube も Instagram もやっぱり規制が厳しいので、その撮影してると、撮影中はめっちゃ真面目なんですよ。逆にめっちゃ真面目で、まあ、下ネタがダメだとか、その映っちゃいけない例えば暴力シーンがダメだとか、そういうのを全部配慮してもう真面目にちゃんと撮影してあるんですけど、カメラがオフになった瞬間にレペゼン地球、今のレペゼンフォックスのメンバーはカメラの外がめちゃくちゃ面白いですね。もう規制がもうかからず、規制がかかってないのでもう社長くんとかお酒も入ってないのにいきなりうってもう全部もうさらけ出して、いきなり走り出したりだったりとか、生まれたままの姿で走り出してしまうという、はい、もうカメラ回ってないのに何してんのみたいな、うんうん、それはすごいあります。だからカメラ回ってないところの方が、うん、実はいろんな小ネタがあったりします、うん、まあそれでやっぱみんなを和まして、そうです、ね、みんなのモチベーションとか結束につなげてると、そういうところの配慮もすごいっていうところですね。そうですね、いやすごいですね、もう良いも素晴らしい、はいじゃあ次、はい、続いて3位お願いいたします。はい、レペゼンフォックス DJ 社長のすごいところ、僕が選んだ第3位は人付き合いがすごい。そうなんですね、まあ、さっきもちらっと聞いたんですけど、やっぱり DJ 社長ってやっぱりもう人気のトップ YouTuber なんで、やっぱものすごくもうお仕事もお忙しい方になってくると思うんですよね。まあ、その中でもやっぱり、まあ、どんな人にもフェアに優しく接する時間を使うっていうところがあるみたいなことですかね。そうですね、まあ、僕が初めて DJ 社長くんとお会いしたのは、実は僕その千葉にゃんっていうレペゼン地球、その時はレペゼン地球のトラックメーカーの子と仲良くて、で千葉にゃんくんの誕生日会に呼ばれたんですよ。呼ばれて行った時にいらっしゃったのが DJ 社長くんと、その時他のメンバーの DJ 丸くんと千葉にゃんで、もちろんコロナの前ですよ、コロナが流行る前ですに、そのみんなで誕生日会しようぜって言って集まったんですね。でその時に、まあ、朝の4時ぐらいですよ、もうみんな泥酔して、で一番泥酔してたのが、まあ、その DJ 丸くんなんですけど、 DJ 丸くんが泥酔して、まあ、みんなでもう飲み会終わってホテルまでそのマルクを運んで、もう終わろうみたいな雰囲気になったんですね。もうお開きしましょう、お開きの雰囲気だったんですよ、うん、で他の YouTuber の子たちもいたんですけど、その子たちはもちろんもうそのタイミングでも帰ったんですよ。もうみんな帰って、もう疲れたし、そうです、もう早朝だし4時だしってそうです、朝の4時なんで、はい、でマルクと僕と千葉くんと社長くんで、まあ、マルクをホテルまで送りますと。で普通そこでもうしんどいから帰るじゃないですか。そしたら千葉にゃんくんがその電話が来て、そのバーを やってる知り合いがいるから、ちょっと千葉にゃん飲みに来てよという話があったんで、まあ千葉にゃんくんは行かなあかんと。で僕もじゃあついていきますよ、その一人で行くの寂しいと思うんで全然行きますよっていうのを言ったら、社長くんが、俺顔出した方がいい、出してくれるんですか、出してくれたらそれは相手喜ぶと思いますけど、あじゃあ全然行くよ、もう朝の4時ですよ、もうめっちゃ飲んでます、めっちゃ飲んでます。千葉くんの26歳の誕生日だったんで、なんかテキーラ26杯ぐらいできたんですよ。それをもうみんなで分けてもブワーってもう飲みまくって、もうしんどいと思うのに、千葉くんの箔を上げるためにちゃんとついてってあげるんですね、バーに。で朝の7時ぐらいまで飲み明かして、でそのままちゃんと真面目に帰ってました。すごいすごいです、ね、まあまあでもなかなかそうやって自分の体の心配しちゃって付き合えれるっていう人はもうそういうことになると少ないと思うので、すごいエピソードですね。まああと他にもなんかあったりもしますか。あと他はですね、そうですね、まあ僕も DJ 社長も DJ じゃないですか、結構僕もその仕事のことだったり悩みだったり、まあ結構相談してお電話かけさせていただくんですけど、まあ言ったらもう僕の中ではもう雲の上の存在ですし、僕ほんまに底辺なので、
その DJ 社長君と比べたらもうほんまにお下の世界のまだ DJ、 まあいつかは抜いてやろうと思ってますけど、でもそれでもその立場でもその僕が電話とかかけたりしたら、まあ、結構親身になって聞いてくれたりする、その人を選ばないというか、すごいそこは尊敬してますね。だから僕もそこ見習おうっていう節はめっちゃあります。まあそういう、まあおごらず、もう、あの人の電話もすぐ出てくれるし、もう何時間も相談に乗ってくれたりとか、そういうことを自分も、自分が忙しいにもかかわらず、そういうことを面倒を見てくれると。はい。それはすごい。うん。めっちゃ優しいです。うん、まあ人望あるという感じですね。はい。じゃあ、続いて、2位。デケ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 。はい。レベゼンフォックス DJ 社長のすごいところ、第2位は、失敗を恐れないです。おう、まあやっぱりレペゼン地球の時からやっぱりいろいろことがあったりとかして、もう本当にもうへこんで、もうやりたくないなって思うような大変なこともたくさんあったりもしたかと思うんですけど、そこを乗り越える精神力がものすごいということですかね。やっぱりそのみんな何でも挑戦するときって、失敗したらどうしようとか、例えばレペゼン地球みたいになりたいですみたいな、その、まあ、結構中学生小学生みたいな高校生みたいな子たちから相談を受けるんですよね。相談を受けるんですけど、楽曲ってどうやって作ったらいいですか、楽曲ってどれぐらいかかるんですか、だいたい楽曲はじゃあまあ5万ぐらいかかるって言ったとするじゃないですか。楽曲5万ぐらいかかる、じゃあその5万出して売れなかったらどうしましょうみたいな相談もまで来るんですよ。いや、それは違うよって僕は思って、その5万かかって作るじゃないですか。それが売れなかったとしても、じゃあ次はじゃあ10万使おうとか、5万で売れないんだから10万使おうとか、その5万の使い方の中の内容を変えたりだったりとか、すごいトライアンドエラーで変えていけると思うんですね。でもみんなその5万を出す手前で諦めるんですよ、失敗を恐れるから。 DJ 社長くんのすごいところは、例えばそのキャンディーフォックスで PV に何千万使ってますってみんな言いますけど、みんなの前で言ってましたけど、何千万使って回収できなかったとしても、次の PV も何千万使うし、次も何千万使うし、もうずっとこうやって試行錯誤してどんどん失敗を恐れずもう突っ込んでいくんですよね。お金だけじゃなくて時間もそうですし、労力も突っ込んでいくと、はい、やっぱそれがすごいですね。まあ一回やると決めたら必ずやり遂げる姿勢、もう失敗を恐れず、もう邁進する姿勢っていうのはもう本当にすごい。とことんやってます。うん。やっぱり私も今勉強になってもっと頑張ろうっていう気になりました。ありがとうございます。いい話。っていうのに2位もこんなにすごいのに、さらにまだ1位もある。そうですね。1番が僕は。輝く第1位は、デケ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 。レペゼンフォックス。DJ 社長のすごいところ。はい。じゃあ第1位いきます。第1位は、人を見極める能力がすごい。まあ、やっぱり、レペゼン地球、まあ、レペゼンフォックスさんのメンバーってかなり個性的で、なんか、いろいろ、まあ、みんなを束ねるのに大変そうだなって思う部分もあるかもしれないんですけど、やっぱりその才能を見抜いて、やっぱもう自分のメンバーに引き入れたっていうところが、やっぱすごいっていうことですかね。そうですね、やっぱりあのメンバーを束ねてるのがすごいと思うんですよ。まず絶対言うこと聞かないですよね社長くん以外の、多分絶対言うこと聞かないと思うんですよ。でも社長くんができないことをでも逆にメンバーたちはやってるというか、そこをちゃんと人選して選んで、レベゼン地球っていうグループを作った DJ 社長くんはすごいなって思います。まあ、やっぱりもうみんなが、社長っていうことで人望を集めて、そんなメンバーでも、社長のできないところとかも協力し合って、どんどん強い組織力を作っていってるという、でそこにやっぱそういう人を見極める能力がすごい高いのかなというところにたどり着いたということですね、うん、そうですね。やっぱり DJ 社長怒らないじゃないですか。でも絶対怒る人っているじゃないですか、その組織の中に絶対怒る人って必要じゃないですか、うん、それを例えば小井さんが言ってくれてたりだったりとか、DJ 社長は結構そのアンダーグラウンドすぎる人たちとの付き合い結構苦手やと僕は思ってるんですけど、そこを銀太くんがやってくれてたりだったりとか、すごいなんかメンバーの役割分担がめっちゃできてるなって思います。うん、
まあ、そんな人を学生の頃から見出してっていうところで、まあ、発見してきてメンバーでここまでなったっていうところがやっぱ人を見極める能力すごいという。すごすぎます、トータルすごすぎます全部チェックチェック、ありがとうございます、はい、いやもうこんな話、すごい話をもうみんなが知らないすごい世界をちょっと聞けて本当にフミヤさんありがとうございます。ありがとうございます、はい、ちょっとまた次回もぜひ動画をご協力いただきたくて、はい、ちょっとこの動画を作る前にお話しさせていただいてたのが、あと DJ 社長の DJ のテクニックですごいところっていうのもまた次回、はい、教えていただけるということで、めっちゃすごいです。次回もぜひチャンネル登録をしていただいて、次回もこの動画またご覧ください。今回最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします。これがわからない、こんな企画をやってほしいなどありましたら、次回の企画の参考にさせていただきますので、ぜひコメント欄のご参加よろしくお願いいたします。皆さんの知りたい情報をより良い情報をお届けして、音楽ライフがより良くなる動画をお届けできるよう心がけております。Twitter、Facebook、Instagram でもお役立ち情報、お得なキャンペーンなど随時配信しております。ぜひフォローよろしくお願いいたします。 LINE の公式アカウントでは、これから音楽を始める方へのご支援としてささやかながらクーポン配布しております。ぜひご活用よろしくお願いいたします。あと DJ フミヤさんの、TikTok とか、17、その他 YouTube とか、Instagram、リンク概要欄に載せておきますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。活動ご支援ぜひよろしくお願いいたします。 TikTok0 人からなんでじゃあ今回ありがとうございます。それではまた次回よろしくお願いいたします。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。